エミー・ベルヘイは、オランダのバイオリニスト、アムステルダム出身。7歳から、父親の手ほどきでバイオリンを、はじめ、やがて振動と認められて8歳の時にオスカーバックに入門した。その後は、アムステルダムコンセルトヘイボー管弦楽団の、コンサートマスターのヘルマン・クレバースやテオ・ロフ、さらにボルフガング・シュナイダー・ファン、ベラデカニーの各紙に指示した。 1966年のチャイコフスキーコンクールに挑戦し入賞こそ逃したものの大会始まって以来最年少のファイナリストとなったことで注目を浴びた。1967年にはオスカーバックコンクールで優勝を果たしモスクワに留学して1年間ダビット・オイストラフの訓導を受けた。1971年にはアイントホーフェンのトロンプ国際音楽コンクールにおいて 優勝している。1970年代から活発に演奏活動、及び録音活動を活発に行い、ベルナルト・ハイティングやリッカルド・シャイーのほか、マディス・ヤンソンス、レナード・バーンスタイン、デイビッド・ジンマン、ジャン・フルネ、エドアルド・マル・トゥレラの指揮者と共演。バイオリニスト仲間では、オイストラ・フフ氏のほか、ユーリメニューインとも共演した。他に、マリア・ジョアン・ピレッシュや、ユーリエゴロフ、 ヤーノシュシュタルケルラとも共演している。これまでに欧米やイスラエル、日本で演奏活動を行ってきた。デパートリーは古典から現代音楽までと幅広い。録音活動では、バッハやモーツァルトのバイオリン競争曲全集のほか、ベートーベンのバイオリンソナタ全集、メンデルス・ゾーンとドボルジャーク、チャイコフスキーの競争曲、ブラームスの二重競争曲などの録音がある。 1983年から2002年まで、ユトレヒト音楽院で教鞭を取り、1991年には、同音楽院の学生たちを中心にした、バロック音楽から現代音楽までを取り上げる弦楽アンサンブル、カメラータ、アントニオルチオの共同設立者に名を連ねた。2015年いっぱいで、演奏活動から引退した。1990年代2678年生の、 グアルネリを入手するまでの間、1970年代、後半に購入した、1723年製の、ストラディバリウス、R ・スペンサーを愛用していた。エミー・ベルヘイ、オール・ミュージック・カリキュラム・バイティ。2016年3月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月19日閲覧。優勝したかのような記述をされることもある。例。 エミー・ベルヘイ。2016年3月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月19日閲覧。が、これは、正しくない。ヒストリ。ー、2016年3月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月19日閲覧。トロンプ国際音楽コンクールウェブサイト。ハットロッテルダムコマールクエストウェブサイトハット。 レパートワーライスト。2016年3月19日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年3月19日閲覧。アーキベミューザックハット、ビオリスト、エミーベルヘイアイトゾルットボーメル、ストプットナハー2015、メットアプトリーダン。ブラビンズ・ダグブロット、オリジナルの2016年3月19日時点における、アーカイブ。 http://www.peep.asf4c286722016 年3月19日閲覧。ありがとうございます。